Viewer discretion is advised.何よこの音、爆発？ああ、俺たちはまんまと奴の策にはめられたってことだ。そうか。ふむ、了解した。こちらも体勢を立て直し次第、応援に向かう。スーちゃん、上はどうなってるって？恐れていた通りのことだ。桃地東洋は、コートララの表通りで生物兵器を使用した。すでに大勢の者が死人と化し、生きる者を襲い、死人が増え続けている。そして、奴はその様子を世界に向けて配信しているようだ。配信？そうか。それが奴の狙い。つまり、ベーレンと中華連合、この二つの超大国を同時に、効率的かつ政治的に非難すること。だけど、まだよ。私たちには、やれることがある。やれること。ですが、お師匠様、生物兵器が使われてしまった以上、我々にできることなんて。いくらでもあるさ。桃地を止めて、CD ガスの被害を最小限に抑える。確かに俺たちは、一度奴に出し抜かれた。でも、このまま負け続けてやる義理はない。お前。やれることはまだあるはずだ。やれること？桃地がこの島にいることは確実なんだ。なぜ？テロが無事に成功したのだから、もう逃げているはず。いや、やつもバカじゃない。港やカイロは中華連合に見張られているとなれば、すぐに島から脱出するなんて不可能のはず。スー、まずは中華連合の情報網を使って島からの脱出を制限するんだ。桃地をこの島に閉じ込めて、奴を捕まえる。もう二度とこんなことを起こさせてたまるか。最後まで諦めず、やれることをやろう。そうですね、浅木先生。ええ、その通りよ。私たちにはまだやらなければならないことがある。さくら、雪風、二人もまだ諦めてなんかいないよな。当たり前でしょ。もちろん、この落とし前を100倍にして返さなきゃね。当然、私は1000倍にしても足りないわ。ま、エリート捜査官様と違って、こっちは打たれ強いの。大体生きてるうちは負けじゃないし。そうそう、スーちゃんもタイマニンでしょ。タイマニンは諦めない。諦めない。命尽きるまでな。何度敗北しようと立ち上がる。それがタイマニンだ。そうだったな。
すまない。少し弱気になった。行きましょう、お師匠様。我々の力で、桃地の首を。ええ。まずは地上に向かうわよ。あちこちで煙が上がってる。完全にパニック状態ね。ねえねえ、あれって。秋山凛子、マイル。データベースに適合なし。おそらくは。ウイルスで怪物化した住民、無惨だな。ここまで変異が進んでしまったら、もう手の施しようはないわ。残念だけど、倒すしか彼らを解放する方法はない。スー、ワクチンの残り時間は？そうだな、あと1時間でところだろう。みんな、45分だ。それまでに桃地を片付けて撤退する。了解。ナビゲートは任せたわよ、風魔くん。桃地の居場所はつかめた？はい、今奴のライブ配信を解析に回しているので。あ、見つけた。桃地はこの先すぐ大通りのホテル付近にいます。そこに案内できる？はい、お師匠様。よし、じゃあみんな急ぐわよ。了解。ゾンビの数が増えてるから油断しないで行こう。
この勝利、お前に捧げよう。秋山凛子、参る。力を貸す。せい、や、うむ、や、隙あり。この勝利、お前に捧げよう。ママチ！おや、これは意外だ。この後に及んで諦めていなかったとは。それがタイマニーだ。お前もよく知っているはずだが。確かに、特にあなたはそうでしたね。覚悟しろ、桃地。伊川家当主の名にかけてこの場所でお前を撃つ。さて、それはどうかな。因果の種はすでにまかれた。あなたにできるのは指を加えてそれが芽吹くのを眺めるのみ。何を言っている。こういうことだ、アサリ。フックルつけて。力を。うむ、でや、や、こっ、や、うむ、やった、どうした。大変だったよ。いや、違う、まだ終わってない。桃地、貴様何をした。お、己は己の理想に準ずるのみ。さらばだ、伊川アサギ。うむ、や、この勝利、お前に捧げよう。起きろ。起きろ。いや、あと三時間。何を言ってる。起きろ、風魔、たるんでるぞ。うわあ。スー、いつまで寝ているつもりだ。鍛錬の時間だぞ。
いや、鍛錬って、勘弁してくれよ。まだ朝の5時じゃねえか。それがどうした？もう誓いを忘れたのか、フーマ。は？誓い？そうだ。私を御社に誘ったのはフーマだろう。おお。国務中隊の存続すら危なかったからな。俺たちは最悪でも解散で済むけど、スーは違う。時は本当に嬉しかったんだ。今回の任務で私はいかに己が経験の浅い未熟者か思い知らされ、しかし挽回の機会も与えられず切り捨てられようとしていた。そんな時、お前は御所に来いと誘ってくれた。そりゃまあ放っておけないし。でもそれでどうして鍛錬が？バカな！もう忘れたのか？あの時、私と共に最高の中隊を作ると誓ってたろ！ああ、そんなことも言ったような。落ち込んでるこいつを励まそうと、勢いでいろいろ言ったからな。そうだろう、そうだろう。しょうがない。起きるか。ああ、これが着替えだ。なんでお前が用意しているんだ？トキコ殿が用意していたのを持ってきただけだ。ほら、急げ。まったく手のかかるやつだな、私の体調は。着替えくらい俺のペースでやらせてくれ。そう言ってダラダラと時間を潰すのだろう。雪風たちも言っていたが、そういう時間を訓練に当てれば、お前はきっともっと伸びる。と思う。そこは断言してくれないか？残念ながら、私に先見の才能はない。誰にどれだけの才能があって、これからどれだけ伸びるかなんて、あまりわからない。だが、お前はきっと伸びる。少なくとも、今以上には必ず強くなる。先見の才能はないんじゃなかったのか？うむ。ただお前は、任務が失敗して本当に悔しそうだったじゃないか。私の経験上、失敗して悲しいのではなく、悔しいと感じる人間は伸びる。そういうことだ。才能を感じとかじゃなくて、ただの経験則。ただのとか言うな！確かに、お前は見かけよりも何倍も優秀な指揮官だ。お師匠様がおっしゃった通り、それは一緒に任務をしてよーく分かった。だが、それでもまだ足りないぞ。最高の中隊を作るには、私とお前、共に修練が必要だ。うわってお前、引っ張るな。こっちはまだちゃんとズボン履いてない。そんなことを気にしてる場合か。さあ、トキコ殿が朝ごはんを用意してくれているぞ。
たくさん食べて鍛錬だ。親方様、おはようございます。今日はお早いお目覚めですね。ああ、不本意ながらな。スーさん、親方様を起こしてくれてありがとうございます。いえ、これも副隊長の務めですから。頼もしいですね。親方様はいつも寝起きが悪くて困ってたんです。ご安心ください、時子殿。私が居候として共に暮らすからには、そのような怠惰は決して見逃さない。おいおい、マジかよ。さあ、早く食え、風魔。トキコ殿のご飯が冷めてしまうぞ。わかってるよ。というか、これじゃあ副隊長じゃなくてミニトキコだ。何か言ったか？いや、なんでも。やれやれ、とんだ居候だよ。これは、すみません、親方様。少しよろしいですか？ん？どうした、トキコ？霊連からの最新ニュースのようです。とても見過ごせない映像が。見過ごせない？コートララの惨劇はただの序章に過ぎない。世界中に撒かれた因果の種は芽を伸ばし、何度でも血塗られた花を咲かせるだろう。なんだ？どうして、この男が。恐怖せよ！我々の攻撃は続く。世界を不当に支配する者たちよ。貴様らの時代は終わったのだ！
thanks for making it to the end of this video. Anyways, if you're new to my channel, feel free to check out the content here, of course. And if you like what you see here, why not hit that subscribe button? And if not, well, thanks for giving my channel a shot. Anyways, as always, this is Ryuka here saying thanks for watching. And until next time, everyone, sayonara.